だっせー汚っまだ生きてるよこいつ死ねばいいのにバーカここが好き？はい。落ち着くんで。遅くまでいたらご両親心配されるんじゃない？私のことなんか何も気にしてないと思います。あそこに行けばあなたに合った本があると思うわ。もっと無心に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 。だから行かねえって言ってんだ。だったら令状持ってこいよ令状。おい。だったら考えたるよ。だからさ。ですから、まあ、取れますからね。あ、じゃあどっちなんだ。はっきりしろよ。近所迷惑だろお前。百刀番すんのバカ野郎。だから騒がんじゃねえよハゲお前人生悩んでんのかこのハゲ。だから署で説明しますよ。ここでずっとダダこねますか。あ、子供みたいにここでずっとダダこねるのかって聞いてんだよ。なんつってんだよおら。やめろお前。あんまりやってっとわっぱかけて引っ張っちゃうよ娘の前で。ねえ、嫌だったらついてきてくださいよ、おとなしく。いいですか？あ、行こうか。心配するな。No worries。何言ってんだよ。失礼します。もっと無心になれ。おい勝手に登んな。何ぼーっと突っ立ってんだ。あ、やる気がねえんだったらな帰れ。さっさと帰れ。他のメンバーいねえか。何サボってんのよ。なんで授業来ないの。無視すんじゃねえよ。あんたのクソ親父のせいで家庭が崩壊した人もいるし、あんたのクソ親父のせいでみんなめちゃくちゃ。マイ
回毎回私に絡んできてよく飽きないね。っていうか私じゃないし。ねえ、私が謝らないといけないわけ？あんたってこんなところで問い詰めるほど暇なわけ？あんたのクソ親父、今刑務所じゃない？あんたの親父に絡めないから、目の前にいるクソに絡んでんのよ。何よ、殴る気？あんたよっぽど私のことが好きなのね。あなたたち何やってんの？何争ってたの？もういいです。私に聞かせて。嫌です。二度とここには来ません。まこさん、忘れ物。この本、あなたにとって大切なんじゃない？才蔵についてる二人のくの一、その足の速さはまさに疾風のごとき。あ、何やってんだか。くの一に生まれたかったな。一緒に寝ていい？なんかねえ。うん、マコ、後ろから抱きしめてくれない？私はユウ。私はヒロ。あんたは？マコ。マコね、とりあえず行こう。詳しいことはそれから。え？ヤッホー！ちょっと！早くおいで。早く。おい。うん。連れてきました。絵本の中の才蔵さんですよね。
とりあえず飯ができた。食ってけ。いただきます。いただきます。おいしそう。暑いから気をつけてよ。あっ、これだから言ったでしょ。暑いんだもん。やっぱりお腹空いてんじゃん。早く食べなよ。いただきます。おいしい。でしょ、お頭の作る料理は絶品なんだよ。うん、これって絵本の中の夕食の場面と一緒だ。どうして私はここに？お前が求めた。私が求めた？そう、お前が求めた。私が求めたから今ここにいるってこと？書物に自分の血を吸わせることが始まりなんだって。え？確かにあの時本に切られたような気がした。書物を真子に導いたのも忍びなんだよ。あの先生が？しばらくこっちにいなよ。悪いところじゃないよ。でも学校が。人が瞬きしている間にこの世界がある。お前の世界では気が止まっているも同然だ。それお頭の受け売りでしょ。つまりこの世界にどれだけいても帰ったら一瞬の時しか過ぎてないんだよ。だから大丈夫ね。今からお頭に修行つけてもらいに行くんだ。見てく。それって本物の刀？危なくないの？もっと虫になれ。私に忍術を教えてください。私には居場所がないんです。強くなって自分の居場所を作りたいんです。あ
クソみたいな世界が嫌だ。私の居場所はそこじゃない。私を受け入れてください。お前の居場所はここにある。